MC やって今日は。え、マジで言ってる。マジで言ってる。初では、今日は始まりました、アフタートークのお時間です。イエーイ。あ、さてどうでしたか今日は。うん、早い早い早い。まず声の出演は、あ、声の出演はなっちゃん、イエーイ、せいや、イエーイ、ずりーちゃん、イエーイ、そしてマッキー、はい、マガリー、イエーイ。おめでとうございます。何が？ではですね、はい、今日はダイエットについて話を聞きたいと思い、そうですね、進捗状況を、はい、どうですか？いや、まあ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 、お菓子やめました。おー、素晴らしい、素晴らしい。お菓子とマジでやめたの菓子パン。あー、長くってない、すごい成長。あとジュースもやめた。あー、え、ずりちゃんは？水を、まあ、1日2リットルもう飲むことをやってます。おー、素晴らしい。せいや、まあ、ジュースはやめて歩くのを増やしたかな。なるほど。おー、じゃあせいやの歩数期待しててください。いや、結局インスタで買ったもんね。あ、そうそう、ぶっちぎりで買ったよね。断トツ。インスタ見てます皆さん？見てますか？インスタ本当に僕たちダイエットのね、経過状況載せてるので見てくださいね。お願いします。こちらです、ユーザーネームは。こちらです、こちらです、こちらです、こちらです。はい、なすちゃん。はい、私はまず飲み物を全部炭酸水に変えたっていうのと、あと昼ご飯はもうサラダとささみ。おー、夜は5白米を食べるのをやめて、野菜を最初に食べて、その噛む回数を増やして、あと最後にみちょっていうなんかお酢があって、それを炭酸水で割って飲んでます。何味？みちょ。パイナップル。あ、美味しい。パイナップル飲んだから。パイナップル美味しい。なんかすごく体に良くて、なんかその美容とか、なんかそういうダイエットにもなんかいいから飲んでみようと思ったら、めちゃくちゃ美味しく、なんか割合的にはカルピスみたいな感じで、原液と炭酸水で割ったらめちゃくちゃ美味しい。続けるぞ。めっちゃ続ける。あ、素晴らしい。味がいろいろあって、桃とか、でマスカット、マスカット。飽きずにって感じ。飽きずに。あ、それは素晴らしい。すごい。なんだわ。あ、私は水を2リットル飲むようにしてます。うん、あとなんかストレッチをするようにしてます。どんな長座体前屈、うん、ほうほうほう、のこれを今のところ取り入れてます。以上。以上。素晴らしい、素晴らしい。では、じゃあ今日はダイエットの報告だったということで、はい、視聴者の皆さん、もしダイエットする気があったら真似してみてください。むしろ僕らに教えてください。うん、確かに、大丈夫。確かに、確かに。これおすすめだよってのがあったら、インスタのね、なんかストーリーとかにコメントしてもいいし、この YouTube のコメント欄でもいいんで。はい。あと、TikTok でいろいろ出したいと思ってるので、ぜひ見てください。お願いします。お願いします。SNS フォローしてくださいね。お願いします。もしやってみたい企画があったら、はいはい、ぜひいろいろコメントや、なんだろう、リクエストをね、リクエストお願いします。いただけたらと思います。お願いします。全力でやります。はい、頑張ります。はい、皆さん頑張りますって言ってください。せーの、頑張ります。次は、はい、B チームの薩摩ニュースでお会いしましょう。バイバーイ。